あ、皆さん、こんにちは。ニュースチャンダル、長谷川幸宏です。えー、っとですね、今日はですね、何をやろうかと思うんですけど、あの、ちょっとニュースものじゃなくてですね、副業もの。<laughs> 副業ものをね、ちょっと喋ってみようかなと思っております。というのがね、えー、っと、前回、全然変えたかなあのー、高橋翔ちゃんと、あのー、ほら、 えー、サラリーマンの皆さんもね、自分の得意技を活かして、えー、副業でもやったらどう例えば YouTube なんかで自分の得意技に集中してですね、ちょっと喋ってみたらどうみたいなことをやったらですね、意外にこれ、実は好評でありましてですね、あの、結構ね、ごらあ私が思っていた以上に、ちょっと好評だったのかなと思いまして、 えちょっとね、副業の話をね、今日は喋ってみようと思ってるんですよ。でね、えー、実は副業って言うとね、この私。この私もね、もうね、新聞記者の現役時代から、まあやってたんですね。はい。で、ちょっと私の話から今日はちょっとお,お話していきますけど、私はですね、えー、実はあの、論説委員になったのが、 東京新聞のね、あの、左巻きの東京新聞の論説になったのが、実は46歳の時だったんですよ。はい。もう異例に早かったんです。で、論説に社説、すごいな、なんて。まあ、やる前はそう思ってたんだけど、いざ社説書き始めたらですね、まあ、1週間に1本ぐらい書くんですけども、もう本当、四もう1ヶ月もしないうちに、全くつまらんと思ったんですね。もう社説なんてね、 建前ばっかりだから。もう綺麗事ばっかり言ってるだけで、もうはっきりもう貸すみたいなもんですよ。なんじゃこりゃと思って、まあ自分でもしょうがない。まあ私、なったばっかりだからさ、先輩の皆さんが書いてるようなの横目で見ながらね、まあこんなもんにして書くのかなと思って、見よう見まねで私も斜節書いてみたわけです。 書いてみたらね、なんじゃこりゃ、もう全然この面白いのはなんともないと。こんなものやっても一生俺は終わるのかなんて思ってね、がっかりしちゃってね。でも、まあ時間はあるわけですよ。要するに取材記者じゃないからニュースに追われるってこともないし、自分の担当、まあ当時私経済担当ですけど、経済問題を見てればいい,い,いわけで、別に時間はいくらでもあるしね。まあどこ行ってもいいわけですよ。でね、えー、じゃあね、ちょっと、 えー、外の世界でちょっといろいろやってみるかと思って、実はね、講談社、講談社のある編集者に会うことができまして、その方は月刊現代っていう、もう今ないんですけど、月刊誌の編集者ね、だったわけです。で、ちょっと私、なんか書いてみたいんですけどって言ったらね、ああ、そうですか、そうですかっていうことになり、じゃあちょっと試しにね、一本月刊現代書いてみますとか言ってね。 書いたんですよ。その当時はね、大蔵書話だったと思う、うん。ちょっともう、もう今から何せ24年も前の話、25年ぐらい前の話ですから、もう,明日もう定かでないんですけど、まあ大蔵書話みたいなのを書いたんです。そしたらね、それがね、なんか結構評判よくて、ああ、面白いですね、長谷川さん。じゃあ来月も書いてみたらどうですかっつって、はい、わかりました。ありがとうございます。とか言って、来,来月、その次の号も書いたわけね。 で、それも書いたわけ。そしたらね、あ、これ面白いですね。じゃ、また来月もどうですかとか言ってね。でもずっとね、角度になっちゃったわけ。で、3ヶ月ぐらい連続して書いて、それから、そしたらその、それからもうずっとなんか檻に触れて、えー、どうですかみたいな話があって、それで私すっかりね、月間現代に角度になっちゃったんですよ。 それがそもそも私の副業の始まり。で、その方が編集者だったんですけど、今度私、あの、現代新書、講談社現代新書ってあるんですけど、そこの編集に行くんですっていうことになり、で、今度、長谷川さんあの、新書書いてみませんって言われて、あ,あいいですね、とか言って。で、今度、新書書いたい。ね。で、で、新書出すでしょ。で、そのしたら、それ、そのうちに、今度私、実は週刊現代。 講談社になってる。週刊現代。週刊現代に言うことになったんですよって言ってね。今度週刊誌書いてみませんとか言われて。<laughs> あ、わかりました。はい。じゃあ週刊誌書きましょう。で、行って今度も週刊誌もね、書くことになっちゃったのね。で、当時一番最初は、私実名で書いてたんですけどもお、そのうち、まあ、匿名とかペンネームとかね、使い出して、まあ週刊誌に行った時は、まあさすがにね、新聞社、東京新聞の現役の論説委員で、 週刊現代に実名で書くっていうのも何かなと思って、まあ、あの、ペンネームをいくつか使ってですね、えー、ま、複数あったと思うけど、当時、えー、ま、書いたりしてたんですね。で、そしたらね、週刊誌の仕事が全く面白くて、いや、これはね、社説よりはるかに面白いわと。おね、もう本当の生々しい本音の話で勝負する。だって、週刊誌ってご存知の通りさ、あの、定期購読者なんてほんのちょっとしかいなくて、 えー、みんなあの新聞広告とかね、えー、あの電車の広告見て面白いなと思ったら買ってくれるわけだから、面白くなかったらその勝負にならない。ということは、面白い記事書かなかったら仕事なんか回ってこないわけですよ。ところがなぜか私が仕事が回ってきてですね、これは面白いということになり、かなり本気でそっちの仕事を始めた。私の気持ちの中では、実はその頃から実はもう副業ではなく、こっちが本業。 で、新聞社の論説委員はそっちが副業ぐらいに気持ちの中では実はまあ思っていたくらいなんですよ。うん、で、実際にこっちの方がはるかにね、面白いし、しかもね、はっきり申し上げますと、あの、講談社の皆さんは優秀だった。皆さんとてつもなく優秀。私が知っている東京新聞の論説委員とか、 記者さんたちよりも、はるかに優秀。地頭がいい。卒業してる大学ももっと優秀。東大とか。東大しなんか東大の方なんかもうガラガラゴロゴロいますからね。えー、まあ、わせだんかいっぱいあるし。慶応あんまりなかったかな。まあ、とにかくね、皆さん優秀なんですよ。あの、編集者として。というか、マスコミ業界人として非常に優秀。 だったんですね。これは今でもそうですけど、それでね、私はね、そのうちね、あ、もうこれはね、まあ東京新聞やめてもいいかなってぐらいに実は思い始めてきていたんです。で、えー、その時の目標ってのは何かというと、まあ東京新聞で給料もらったんですけども、この給料を超えられるようになれば、つまり給料 はもらってんだけど、それと同じか、それ以上の稼ぎが、この副業でできるようになったら、もう俺は怖いものはないなとあ。つまり辞めてもそっちで食ってくるから。ああ、と思って、私は自分の給料を、この副業、まあライターの仕事で稼げたら、もう辞めてもいいというつもりで、それを目標に、まあ仕事してたんですね。仕事してたわけです。えー、で、 それにすに仕事ができるかどうかっていうのは、はっきり言って、この何にかかってるかっていうと、読者ですよ。読者。読者が、長谷川の書いた記事は面白いと思ってくれて、引き続き読みたいと思ってくれたら、ただ、私はビジネスは成功っていうか、一応、うん、自分の足で立てるわけですね。 で、逆に面白くないと思ったら、あいつの言語なんか面白くないわっていうことになって、いくら編集者とコネクションがあったって、そんなものは何の役にも立たなくて、長谷川さんがご苦労さんでした、朝よならでおしまいなんですよ。はっきり言って。だからその時から私はマーケットっていうものに初めて触れたわけ、ね。で、マーケットに触れて、やっぱり読者にどれだけ支えられてるかっていうことが大事なんだよねっていうふうに、まあ気がついた。 でそのあたりから私はもう本当の革新の問題がだんだん分かってきてそういうビジネスの革新とか自分のジャーナリストとしての存在意義っていうものをいわばそこで確認してでそれをいわば土台にして、まあ、今日までまあやってきたわけですねでまあでそんなやってるうちにですねいつの間にかあのその目標を達成しちゃったわけですよ。 給料を超えちゃったわけ。私の原稿料の稼ぎの方が。で、そうなるとね、もうはっきり言って怖いもんなしでしょ。別に会社に何言われたってさ、俺別に辞められた、辞めたって平気だもん。とね、で、こっちで食っていけばいいと。まあ、講談者さんとお付き合いしてれば、もう仕事なんかいくらでもあるし、まあ、週刊文春、週刊現代のライターやってもいいやなんてぐらいに実は思ってたんですよ。これが本当。 でね、そしたら、ま、本、また書いたりして、そしたら、あの、田原総一郎さん、ね、あの、朝生の、朝生の田原さんから声がかかって、長谷川さん、あの、あなたの本読んだけど面白いねと、ちょっと朝生出な,出なさいよって言って声かけられて、それで私が朝生出た。もう今から十何年前、二十年ぐらい前だろう、かな、もうちょっと記憶ないぐらい。二千六、七年ぐらいだと思います、多分。二千七年ですね、確かね。 だから今から16年前だあ。で、朝生出て、そしたらテレビ出ちゃったでしょそしたらテレビタックル出ませんって、同じテレビ朝日だから、テレビタックル出ませんって言われてテレビタックル出て、そしたらなんかそういうテレビの話がどんどんなんか増えてきちゃってですね。 で、まあ皆さんこのあたりからご存知かもしれませんけど、あの、大阪のそこまで一っ会出ませんとか言って、その時は私、田原さんの番組やってたんですけども、田原さんにちょっと人気切って、申し訳ない。あの、今度そこまで一っ会って声かかっちゃって、収録が全く重なっちゃって、田原さんの番組ちょっと出に、出られないくなっちゃうんですけど、どうでしょうかねって言ったら、ああ、どうぞどうぞ、長谷川さんどうぞ自由にやってくださいよなんて、田原さんいい人なんだ。 それで、あ、わかりましたって。じゃあ、あの、ありがとうございます。じゃあ、ちょっとそこまで一点会やってみますわって言って。で、それでそこまで一点会に出るようになったんですよ。で、それを何年かやったかなもう全然このドロもう忘れちゃったけど、何年かずっとやったりして。で、まあ、今日に至ってるっていうのが、まあ、結論なんですね。これは私の副業史ですよ。言ってみれば。で、今日お話したのはここから先。で、その時に、当然、 会社からね。お前、何やってんだお前に、うちの会社の名刺使って何やってんだちゃんと届けろ、事前にと。で、許可し、したら、まあいいけども、ちゃんと許可を求めてやれよと。まあね、言ってくるわけですよ。もう私何回言われたかわかんない。もう数えきれないぐらい。えー、上司とかね、当時の論説主幹とか。まあ言ってくるわけ、私に。 まあ何勝手にやってんだよと、まあや。やっちゃいかんとは言わないけど、まあ、事前に許可やろそれから何やってんのかそもそもちゃんと言えよと。って言ってんだけどね、私ね、もう全く無視。はっきり言って。無視。だって、その頃からね、東京新聞でもう左巻きだよなって言ってもう分かってたし。まあ、こんなバカな新聞やってる。で、私はもうほら、もう今言ったようにもう、給料分以上のものは稼いじゃってたから。だから、もうはっきりっもうも全然困らないし、もう別に首に下げればすれば、みたいな。 感じだったんですねでいくら言っても聞かないもんだからそのうちね文書が来るわけですよ朝会社行くとね私の机の上にね管理局長とか言ってね、えーえー、この管理局長名かなんか文書でね、えー、これから会社のはねあのそういうのは非常に厳しくしましたで外で仕事する場合はね事前に許可を得てくださいと、えー、っていうのがね私に直接 まあ言う度胸もないんだな。私も完全無視してたから。で度胸もないんで、文章をねおお、紙に置いてあるわけ。私、ある時に行ったらね、それを置いてあってさ、まあ、あたり行ってらと思ってね。その時はもう私も怖いもんなしなんで、あもうくちゃくちゃくちゃって,ってポン、もう紙崩して,て、て全然中身もわず捨てて。で、やってたんですね。で、そのうちね、ある人っていうか、まあ、会社の中でもう何人もね、私の時に来ましたよ。長谷川さん、いろんなことやってさ、 やってんの知ってんだし、もうみんな知ってるけどさ、会社にはさ、なんて言ってんので会社に何も文句言われない大丈夫みたいなこと言うわけ。でね、私のね、えー、答え、私はそんなもん無視だよ。関係ないよ、別にと。別に俺は食えるからさとは言わないけども、そこいったら身も蓋もないんで言わないけども、 私の内心はさ、別に俺はもう給料関係ないから、全然もうこ怖くもなんでもないのさ、とは言わないけども、いや別に言ってくるけどさ、無視してんだっていうわけね。でさ、あのさ、名前はさ、どうするわけとか言って。だって東京新聞論戦委員って名乗ってやってるでしょとか。後半の方は東京新聞副主幹と言って名乗ってやってるでしょあれいい、いいのいいのとか言って、ね、聞いてくるわけ。 で、実はその人たちにも、なんかやりたいなと思ってたり、あるいはまあ半分ネタミソネミもあって、まあ聞いてくるわけですけど、その時にね、私が考えた理屈ってのがあるんですよ。これちょっと後半の話でね、まだ大事だからちょっと言ってきますと、あのねと、私が東京新聞論説委員っていうのはねと、これ会社のもんだと。だから会社に言えたなんて会社は思ってんのかもしんないけど、何言ってんだと。 東京新聞論説委員っていうのは、俺の個人情報なんだよ。俺の個人情報俺が個人情報をどう使おうと、俺の勝手、ね、会社が与えてくれたものかもしれないけど、それはもう社会的な属性として認められている私の個人情報でもあるんだよ。だからその個人情報をどう処理するかは私の勝手。 文句あんなら、まあ、出るとこ出ますかと。まあ、別に私はそれでもいいわけです。出るとこ出るとかね、まあ、処分するとか、まあ、はっきり言って懲戒処分だとか、まあ、やれるものはやってみろと。えー、っていう話だった、そういうまあヘリクス、へりくまあ、へりくだな、これかもしれない。まあ、でも私もある、今でも正当だと思ってるんだけど、そういう理屈を考えて、まあ、跳ね抜けてたわけです。で、あなたもそう言ってやってあげればいいんじゃないの会社にはと。もしやりたいならって言ったらね、みんな度胸ないわけ。 戦えないの。で、結局ね、そうやって戦った人はね、私の知る限り一人もいません。一人もいません。で、結局みんな、ああ、まあ要するに処分されるのは嫌だとか、あるいは首になったら困るとか、っていうことで、結局、まあ泣き寝入りっていうかね、まあおとなしくしてるわけさ。簡単に言うと。あまあ要するに、新聞記者だなんて言ったってみんなサラリーマンだから。サラリーマンだから。 で、食え、あの、自分の力じゃ食えない人ばっかりだから。で、会社にしがみつくしかないと。いうことで、まあ、やってるわけですよ。で、これが、まあ、私の個人誌なんですね。で、そんなことを背景に、この間ね、あの、ネットニュース見てたらね、おおと思ったことがあったんですよ。それはね、朝日新聞です。 皆さんもお気づきになった方いらっしゃるんじゃないかなこれ、週刊文春が書いたし、あ、これじゃない、これじゃない、これじゃあ、まあ、これでもいいや。これ、これ。これね、ネットの中でね、これ、元朝日新聞のね、なんつったかなサメ島さんとか言ったかなサメ島さんとか言う人、私全然存じ上げてません。えー、けども、この人がね、こういう記事をね、出してるわけよ。 で、朝日新聞社内言論統制強まる会社の意に沿わない記者個人の出版執筆講演活動を事前検閲で封じ込めるガイドラインを策定と。ね、こういう見出しになってるんですけど、これ元朝日新聞の人がやってる鮫島さんとかいうね、えー、人なんですけどもね、こういう記事。でね、これは何を言ってるかっていうと、このガイドラインになるものが実はあるんですよ。朝日新聞のガイドラインっていうのを、これも実はネットでもね、出てます。これです。 あこれ、これ、これです。これ、社外活動に関するガイドライン。これ第一章って書いてありますけど、バーッと全部出てて、これ実はもうネット上に反乱してっていうかもう出てますから、もう半ばもう公然たるものなんですけどね。これ何かっていうと、朝日新聞がね、ガイドライン決めました。で、従業員うんが社外で行う活動の定義と区分を定め、その取り扱いを規定する。で、これにはね、書籍の出版、各種メディアの執筆、出演、講演など、 発表等の言論活動及びそのための取材活動を含むものとするっていう、このガイドラインを定めましたっていうことで、それにこの、この元朝日の人が噛みついていて、ふざけんなと、事前検閲で封じ込めることをやってんのは、まあ許せんみたいな、そういう記事をこの方は書いてるわけですね。 で、そればかりじゃなくて、実は、まあ、これを理由の一つにして、私は朝日新聞を辞めましたっていう記者まで出てきたんですよ。これが、実は、週刊文春さんが書いて、ヤフーに転載され、えー、さらにはいろんなところで転載されですね、わわわっと、一部話題になったわけね。で、えー、こうやってね、本日朝日新聞対象することになりましたって、これ、手紙、 まあ関係者というか、自分、知人、友人、その他に送った、あと社長かな朝日の社長かなんかに送った手紙だって言うんですけども、これもネットに、あの、流出してですね、まあ出回ってるわけです。で、まあこういう挨拶をしたのと、それからこの方はね、ツイッター上でも、実は朝日新聞を辞めますっていうことを公言してるわけね。で、誰かっていうと、まあ自分ツイッターでも言ってるからいいと思うんですけど、えー、っとね、南ね、明さんっていうのかな あー元新聞レンの委員長。まあ、こういう肩書きも使ってる。で元新聞老練委員長って肩書きあんのかなと思うんだけど。あ、あるんだよ。この、このお手紙、この手紙のね、末尾はね、元新聞老練委員長、南明って書いてるんですよ。だからまあ、それをまあ自分の肩書きにも使ってるっていう、まあちょっとね、まあそういう方なんですけども、 で、ツイッターでもこうやってやめましたって言って、お沖縄のね、なんだっけな、琉球新報だったかなあとかいう新聞に、まあ、もう転職しますっていうことを言ってんだけど、その理由の一つに挙げたのが、今ご紹介した、この朝日が作った、えー、社会活動のガイドラインっていうものなんですね。これはだからさっき言った私の東京新聞のね、管理局長名で私の机の上に置いてあったものでのようなもんですよ。で、それがね、 で、見ますとね、まあね、まあすごいわけ、えー。すごいという意味は、まあね、まあさすが朝日というかね、もうきめ細かくね、いっぱい書いてるわけ。あの、この、社外活動、職務外活動って何、何かという、えー、定義、遵守義務。ね。例えばね、えっ、ー、と、こうやって書いてあるわけ。 えー、職務の遂行に支障,支障を来さない。こんなん当たり前だ、だと思いますけど。それから休日、または勤務時間外に行うこととかね。それから、これこれ。本社の名誉、信用を既存する、または毀損につながる可能性の高い行為をしないこと。つまり、浅いの名誉を汚すな。ね。それからね。まあ、いろいろこういことが書いてあって。それからね、最後。最後の方じゃない。9番目にね。 本社の言論の独立性と矛盾し、またこれに疑いを抱かせる行為をしないこと。これちょっとね、私、一読して意味がよくわからないんだな。本社の言論の独立性と矛盾しって書いてあるんだけど、これ、本社のって朝新聞でしょ朝新聞の言論の独立性と矛盾し、しないって、何を言ってんの これがね、まあよくわからないんだけど、まあ想像するに、朝日新聞には言論の独立があるんです。別に朝日新聞だけじゃないんだけどね。日本は憲,憲法で言論の自由、報道の自由認められてるから、日本国民はみんな言論の自由持ってるはずですよね。でもね、この文章はね、本社の言論の独立性と矛盾しって書いてあるから、 どうやら朝新聞さんはね、朝新聞の言論の独立性ってものがあるんだと。まあこういうふうに思ってらっしゃるのかなと。そういうふうに読めないこともないと。ちょっと意味がよくわからない。言論独立に本社のってわざわざく,くっつけるってどういうことなのか。 まあまあまあね、それはわかんないけど、一応棚に置いたとして、まあ要するに朝日新聞のね、あの、えー、名誉信用を気付けんなよと。その中には言論の独立も気付けんなよみたいな。まあそんなことは言いたいんだろうな、っていうことなんですけども。それでね、えっ、ー、と、この社会活動かどうかはね、えー、どうやって決めんだって言ったらね、これは所属長が決めんだと。と言ってるわけ。 で、収束庁が今言ったような、この条件をに満たしているかどうか、ああ、遵守事項に違反しないかどうかを確認して、えー、その活動の実施の可否、やっていいかどうかを判断するんですとかね。まあ、書いてあるわけですよ。それでね、えー、これに違反するとどうなるかっついうこともちゃんと書いてあって、違反したらね、これはね、大変なんですよ。違反したらね、 えっと、えー、まあトラブルになりかねないときはね、例えば審査会開くとか書いたんだけど、違反した場合ね、えー、従業員就業規則に基づく処罰の対象とすることがある。ね。それからね、本社に損害。これにはうべかりし利益も含むが発生した場合、本社は当該従業員にその損害の賠償を求めることができる。 朝日新聞はね、社内、社員に対してルール、ね、あの、社外活動のルールを求めよと、みあの、守れよと言ってるだけじゃなくて、これでね、間違って損害が起きたら損害賠償を請求するぞと、そこまでね、このガイドラインにね、書いてあるんですよ。 まあ、怖い。怖い。それでね、えー、そういうことがあったので、えー、このさっき言ったみなみさんって方はね、これじゃあやっとれんわ、ということで、や、えーまあ、めるわけですけども、えーこね、このさっきご紹介したの退職挨拶文の中でね、書いてるわけ。 えー、これは憲法が保障する表現の自由や思想信条の自由をふじ踏みにじるもので、極めて問題が大きい内容です。って言ってるわけ。で、えー、今後朝日の社員が出す作品は激減するでしょう。ね。 それで、何より自らの権力、自らの足元で権力者の顔色を伺い、自由に、自由を簡単に手放す集団は、市民が自由を奪われていることへの感度も鈍り、えー、決して社会の自由な寄付を守っていく取りになることはできません。ね。まあ、朝日新聞が自由の取りが守る取りかどうかは知らないけども、まあ、この新聞、元新聞老年の委員長さんはね、 まあ、この社外活動の話ってのはこうなんだって書いてるわけですよ。それでね、えー、この人の結論。で、今の朝日新聞という組織には、絶望感ではなく、絶望しかないのです。絶望しかないのです。って言って、私は辞めます、ということになったわけ。ね。えー、で、 えこういう経緯を、この一番冒頭にご紹介したサメ島さんという元朝日の方ね。この方も確か講談社から5本出して、まあ結構売れたらしいんだけど、その方もね、まああの、まあ怒ってるわけ。で、この今回のね、このガイドライン改定というのは、社員が会社の意に反した発信をする道を完全に塞ぐ内容で、 言論統制の総仕上げと言っていいというふうに、蝶明島さんは書いてらっしゃるわけですね。さて、これをどういうふうに見るかですけども、私はね、あの、戦えばいいんじゃないのと。ね。えー、あるいは、おとはまあ無視してやって、で、お前、消すからん処,処分するなんて言ったら、それは不当だと。 憲法には言論の自由認められてんだと、社,社内の就業規則がどうなってるか、そんなことはあるけども、そもそも憲法で認められた言論のき自由をね、えー、社員があ他,他の媒体でなんか発表したり書いたり喋ったりしたからといって、処分するっていうのは不当だって言ってさ、正々堂々訴えてさ、戦えばいいんじゃないのと、あ裁判やればいいんじゃないのと、まず思いますね、まず思います。 まあ私の場合は、な、どうだったかっていうと、私はね、あ、まあやってやってみんならやってみなさい。どうぞどうぞ、何でもかんでもやってみたらいいね。私はいくらでも戦ってもいいよと思ってたし、もっと言うとね、はっきり言うとね、私はもう全く連中にはそんな根性はないと。完全に握ってました。だって相手サラリーマンだもん。サラリーマンだもん。私もまあサラリーマンだけど、私はもうその時は自分の足で立てるサラリーマンだからね。サラリーマンにね、そんなね、 裁判になっちゃうかもしれないななんて思うね。そんな度胸をね、あって勝負に出られるサラリーマンって、実はいないのよ。ほとんどいない。ほとんどいない。自分も保身だから。ごたごたは避けたい。結局。所詮、サラリーマンだから。敵も。で、私はもうそんなこと、とっくに見切ってたんで、お前ら、お前さんたちにはそんな度胸ないでしょっていう,うにね。で、私はもう、もう完全にもう、あの、見切って、まあ、最後まで。 定年になってからもね、退職金もいただき、えー、もうしっかり処遇していただきっていうか、まあ、あの、もらうものはもらって、仕事はしないけど、もう、まあ、途中で仕事しないでいいっていうふうに言われてたんで、仕事しなかったけどね。えー、だったんですけども、朝日の皆さんもね、あの、戦えばいいんじゃないのまあ、私思うんですよ。ところが、戦うっていうことはどうもなくて、なんかね、この子見てるとね、 朝日の皆さん、続々と辞めてるね。で、この南さんって方も、さっき言ったように、沖縄の新聞社に転職されたわけ。で、もう一人紹介したこの鮫島さんって方は、この人自分でメディア、ネットかなんかで、ね、まあやってらっしゃるんでしょ。で、まあ、続々と辞めてらっしゃるわけですよ。でね、以上の状況。これどう見るか。です。ここが最後の私の締め。私は、どうぞどうぞ、皆さんね、バチバチ、バチバチ,バチ、 まあ、あっち系の人たちでみんな、もう内輪もうやればいいんじゃないの戦って炎上したらどうっていうふうに実は思ってるんですけども、この朝新聞のこのガイドラインを読ませていただくとね、これはね、まあ、要するに締め付けでしょ締め付け。えー、まあ、言論統制かどうかはさておきます。えー、要するに締め付けでしょえー、で、締め付けやって、 本来自分たちのかわいい、かわいい記者さんたちが、ね、みんなあっち系の人だけど、この、この、南さんも、このなんとかさんも、みんなあっち系の人だけども、このあっち系の人たちが、このあっち系の朝日を、の、あっち系の代表である朝日はもう俺はと言って、絶望だって言って、やめてる。これはね、自己崩壊してんだよ。どっかの国とそっくりだなと思うわけ。 ほら、隣の国だよ。隣の中国共産党は、まあ、弾圧してるわけでしょ。ものすごい締め付けて、国民をね。国民締め付けて弾圧して、それで、実は共産党員の中からも、まあ、脱落者とか脱走者が <laughs> 続出していて <laughs>、ね。で、気の利いた人ほど、 とっくの昔に脱走してアメリカなんかに逃げてるわけですよ。あ一番有名なのは元中国共産党の学校のね、えー、共産党校っていう学校の教授だったイカさんって方ですこの方はとっくに見極めてニューヨークに行って、今ニューヨークからもう中国共産党のことをガンガンガン,ガン批判してるわけ。ね、もうイカさん紛れもない元共産党員バリバリですよ。ね、ってやって、 ってるのとそっくりだなと。そっくりだなと。つまり、朝日という、ね、あっち系の砦。まあ、さっきの方の言葉を借りれば、自由を守る砦。なのに、その自由どころか、社員を買ってきまま自由にさせるなんてことは全く認めず、 いざとなったら、お前、損害賠償を請求するからな。みたいなことやって、ガン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 締め付けて、ね、で、その締め付けに耐えられなくなった人が、ボロ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 抜け落ちていって、絶望したとか言ってる。っていう状況が、あの国の、隣の国の共産党と、そっくりだわ <laughs>。と思うんですよ。これが今日私の言いたいことなんだよね。 左翼はね、みんなそう。自己崩壊。ってことで言うと。自己崩壊です。はい。まあね、そういうプロセスがね、まあいよいよ始まったなと。というふうに見て、私は非常に興味深く見てるんですね。で、今回のこの騒動はね、まあいろんなメディア書いてますよ。例えばね、月刊ファクターさん。私もかつてファクタであの連載持ってたんですけども。 月刊ファクターさんがこの話を書いているわけね。そしたらね、朝日新聞広報部がね、月刊ファクターにね、手紙を出してきたわけ。これです。ちょっとこれ見てくださいよ、これ。ね。騎士電子版で10月4日に公開された瞑想する朝日新聞が言論統制。えー、漏れなく社会の表現活動を事前検閲。北朝鮮と一緒じゃないかの記事に、 事実と異なる記述がありましたので、速やかに訂正するよう求めます。次を読んでいきたいく。記が事実誤認を含む内容を重ねて報じていることに対し、当社として措置を検討しております。ので、ご承知を聞きください。措置を検討してる。何の措置ですか朝日新聞は月刊ファクターを訴えるぞって言ってんのかなまあ、そういうふうに読めるよね。でね、かつ。 また、職務による社会活動は、勤務の扱いとしており、記事の勤務時間外であっても、うんぬんか、うん、あ、事前、事前検閲の頼めるものではなくて、勤務時間外であっても、社員の活動は職務による社会活動って定義している記述は正しくありません。そうそう。こういうね、メールを、メールとか、手紙を送ってきたわけね。したら、この月刊ターさんは、それを自分のサイトで、こうやって公開してるわけです。で、これは公開したところをキャプチャーしたんですけど、 ね。怖いよね。朝日新聞。朝日新聞ってね、すごいんだから。こうやってね、当社として措置を検討しており,おりますので、ご承知おきください。もしもこんなことをやっていたら、うちはお前んとこ訴えるからなと言ったもう同然のように、私には見えますね。私の理解はね。えー、で、これを月刊ファクトがばらしちゃったっていう、まあこういう、 経緯なんですけど、これもね、このあっち側の人たちはね、こうなんだよ。あっち側の人たちはね、こうやってね、<laughs> 事前検察に冗談じゃない、事前検察なんかじゃないああじゃ言論の自由だ <laughs> こうやっていて、起きながら、いろいろこうやってちょっと批判されたりするとね、<laughs> 違う間違いだ言論通さないかしたらない事前検察のものじゃない直さなかったら、 措置するぞみたいな。怖いね。これはね。まあ、左の特性だね。左の特性、えー。というわけですよ。これもちょっと言っておきたいです。というわけで、今ね、まあ、私がもう、東京新聞辞めたのはもう、かれこれ、何年前だ ?2000、えっと、うん、今からもう、もう4年、5年ぐらい前、えー、ですけども、 うんそれからね、こうやって事態はね、少しずつね、やっぱりね、統制を強めていく、管理を強めていく方向に動いてきていて、それでもうやっとられんわって言って、まあ、やめる。もう、串の腹が抜け落ちるように、ポロ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 やめてる人、朝日シも本当これ俺やめてますからね。皆さんどうしてんのかと、まあ思うんだけど、ということが今、続々と見えてきていて、 はい。今日の結論、自己崩壊です。えー、まあこれは、まあ私は、あね、なかなか見どころあるか。<laughs> 喜ぶべき事態と言っていいんだろうな、やっぱり。うん。喜ぶべき事態だと思います。はい。えー、というわけで、今日は副業からあ左翼の崩壊という話をしてみました。はい。 どうもありがとうございます。というわけで、えー、田辺さん、いかがですか、今日の話は。非常に印象深いお話ありがとうございました。<laughs> あのどこが印象かというと、あの長谷川先生があの自分史のところで、実際面白くないと読んでくれないっていうあの、市場に接して、それが面白かったって話がまずいて、そこと、 で、うん、朝日新聞の,あの強烈なの、もう、シー国、まあ、チャイナと一緒の締め上げ。あの、なんていうんですか、こう、やっぱ、市場に接してあのああそ、そこが楽しいって思えるのと、まあ、その、もう、朝日新聞も,もう完全にそういう、それとはもう対局に位置しちゃって、いよいよ、完全崩壊にどんどん回っちゃってると。そうね。いや、この対比がですね、ああ,あ、なんか、 まあ日本って市場経済でよかったなって <laughs> <laughs> そういうことだよね、そうそう。朝、えー、日のさ、だから経営陣っていうのはさ、このマーケットをね、はい、どうしたらにどうやって支持されるのかっていう、はい、そのマーケット感覚っていうのがさ、はい、やっぱりちょっと乏しいだよね。いや、本当なんか怖い、怖いなっていう。<laughs> すごいよ、それでね、えー、そ,そういう人に限って、こうやって社内の管理統制みたいなことにすごく頭いっちゃうんだよね。 うん、これはねもうあっち系の人たちのあちら側の人たちはねもうみんなそう。うん、非常に面白いね。ええー。ええー。<laughs> いやもうほんにまあ朝日、まあ、新聞の人たちはまあ、うん、経営者の人たちは本当逆にそ,のそっちの経営者立場がするともうこ、うん、混乱の極みなんだろうなという感じは。うんあ、ね、そうね <laughs>。まあこれまでも朝日いろいろ混乱はしてたんだけど。 まあ、こうやって、社員の締め付けをしていって、それに反発するのが、こうやってネットメディアで、辞めた元社員たちから、まあ、逆に違反される。ということで、本当にね、こう、自ら、こう <laughs>、何もしないのに、勝手に <laughs> 倒れてくれていってるっていうところが、すごい面白いなと。うん、私は思い見えますね。はい。うん。本当 スコミのはいはい。ありがとうございました。<laughs> というわけでした。はい、はいえー。じゃあどうもありがとうございました。はい